今回のテーマは結婚したくなる漫画ということで。おめでとうございます。結婚がテーマって考えた時にやっぱりこう女子目線だと花嫁、うん、で今まで読んだ漫画の中で一番花嫁姿が印象的だったのなんだろうって思った時に出てきたのがエンジェルリップっていう作品なんですけど、これは私が小学生か中学生ぐらいの時に読んでいた作品で、作品の内容としては芸能界のお話で、小さい頃モデルをやってた女の子がとあるきっかけでカメラが怖くなってしまって、でそのカメラが怖いまま大人にってまで学生、高校生、中学生ぐらいになってもう一回モデルの仕事を始めようってなるんですけど、その時にエンジェルリップっていう口紅が目の前に現れて、でその口紅を塗るとなぜかカメラが怖くない、口紅がないとカメラが怖くてたまらないのに、その口紅を塗ることによって自分はモデルとして活動することができるって言ってモデルを再スタートするお話なんですが、その口紅をめぐって口紅と自分のモデル人生をめぐって葛藤していくお話の9巻に花嫁姿が出てくるんですけど、それは結婚式のシーンでは厳密にはなくてランウェイのシーンなんですけど、女の子がウェディングドレスを着てで熊のぬいぐるみを持ってこうランウェイを歩いてて、で一番こうランウェイのトップに来た時にその熊のぬいぐるみを客席に向かって投げるんですけど、それを彼女の恋人がキャッチして、でそのままその花嫁姿の彼女を会場から連れ去るっていうシーンがあるんですよ。まるで映画卒業のようなで、そのシーンがあまりにも素敵で忘れられなくて、花嫁って言ったらこの作品だよなって私の中でなってるのがエンジェルリップです。ちょっとそのシーンあるんで見てみてください。めっちゃ昔のやつですね。結構昔です。でこういう感じでランウェイを歩いていってこのクマを投げるんですけど、それをこうイケメンの彼氏がキャッチして、ブーケトスみたいな、はい、でこう手を差し出して一緒に行くって言って、まあ厳密に言うとこれ仕事ほっぽり出して駆け落ちみたいになっちゃってるんでまあいいか悪いかは置いといて、でこのお話の後に、まあ、続編といいますか、その彼女たちの子供の話の漫画もあるんですけど、まあ、その漫画でもこのお母さんとお父さんが連れ出したシーンっていうのが出てきて素敵みたいになってるんですよ。花嫁姿ってやっぱりこう自分の子供が将来できた時に素敵って思ってもらえるのって素敵だな、憧れるなって子供の時に私は思いました。衣装をどうするかみたいなことは散々やったんですか？はい、やってます。なので私のテーマは自分の子供が見て素敵って思ってもらえる衣装です。じゃあ多分にこの漫画の影響も受けてます。ウェディングドレスですか？ウェディングドレスです。白？白です。何パターンぐらい？あ、でもそんなあの1回ぐらいチェンジして、はい、カラードレスに変える。カラードレスにはもちろんあのお色直しはする予定でいるんですけど。すっごい似合いそうですよね。いや似合いでしょうね。めちゃくちゃ似合うでしょう、ね、間違いないですよ、ね、普通にカタログに出てそうですよ ね, すよね。あれ国内でやるんですか？はい、国内でやる予定です。椿山荘とかでやるんですか？なんとかホテルとかで、ホテルで、はい、やらせていただく予定です。ウェディングドレスとかは多分あの男性は口を出してはいけないってことです基本あの要求に応じるっていうのはあのその後の数年間の円満のためだと僕は思ったんで、僕はもうはいはいしかやらなかったですけど、それこそ試着に私は結構一人でピャッと行っちゃって、自分でこう好きなだけ着て最後の2択くらいでこう相談するようにしてたんですけど、あと試着室お隣でこう夫婦で着ている場合大抵旦那さん漫画読んでましたまあねどうって聞かれてもうんまあ大体あれだと思うんで、難しいですよね
本当に分からないですからね。こっちのドレスとこっちのドレスどっちがいいとか言われても、え、それで何万も違うのみたいな、ね、そっちでよくねみたいな、やっぱ分かんないですよ、ね、なりますからね。やっぱ女性の憧れですから。そうなんですよ、それはもう全然頑張って、ぜひいいやつ選んで腫れ物に触るよ僕もですね、じゃあ、以前も軽くご紹介させてもらったかもしれないですけど、まあ、花嫁姿が印象的な表紙で、まあ、これ双葉社館ですけど、水瀬麻里先生の営みずという作品で、まあもう何が営みずかっていうと、まあ、結婚生活という営みを、営まないまま、まあ、要は致したことがないままスタートする、ピュアなストーリーなんですけど、まあいろいろ童貞の、何の経験もない恋愛経験ゼロ偏差値ゼロの彼が、お弁当屋で働く高校生の彼女に恋をして、高校を卒業したら結婚してくださいって言って見事結婚してからの新婚生活を描いている作品で、今3巻、4巻と進んでいくところですけど、非常にお互いをですね思いやるピュアな気持ちをですね思い出す、ぜひ何かこう相手にムカついた時はこうやって相手をね思いやる気持ちをね、ぜひね純情な気持ちをね、だって好きだから結婚したんでしょっていう、ね、そうですね、みんなね大体そういうパートナーの悪口しか言わなくなりますからそういうねピュアな気持ちをねぜひ思い出していただけるじゃないかな。やっぱ結婚っていいなって、ね、本当相手を思いやるっていう気持ちをぜひ忘れずに。だいぶ先回りしてますけど喧嘩しないですか？喧嘩でも最近はあんまりしないですね。最近の大きい喧嘩はどんな喧嘩でした？最近の大きい喧嘩は遅くなるって何時までっていう。どっちの発言ですか？旦那さんの。はい、彼が今日遅くなるって言って、はい、で、まあ、遅くなるかって思いながら、まあ、その日夜過ごすわけですけど、私の中の遅くなると彼の中の遅くなるのこの差で、うん、私はもうきっちり深夜2時は超えたらもうダメなんですよ。結構遅いな。ギリギリ遅くなるのラインは深夜2時12時とかじゃないですね。深夜2時です、うん、なんとなくこう、まあ、電車でとかでギリギリバスとかでギリギリ帰ってこられるぐらいの時間がなんとなく2時っていうイメージなんですけど、2時を超えたらもうそれは朝帰りだよっていうので、4時とかね。そうです、それでちょっと喧嘩しました。それは心配だからですよね。そうですね、そういう心配っていうのはその彼が何か事故に巻き込まれてないかっていう心配と、おいお前他で遊んでんじゃないかみたいな心配と両方ね。まあそうですね、あるかもしれないです。これだんだん午前2時がどんどん早い時間に僕とそのうち変わってくる可能性もありますよね、うん、あるじゃないですか。あのライフなんていうんですか、ステージがそれこそ変わっていったら変わるのかなって。でもそれこそ漫画もすごい考えてたら、今まであんまり結婚後の話を読んでこなかったなと思って、うんうん、その結婚前のお話を中心に読んでるか、結婚後だともうドロドロの離婚日和とか、 なんかそういう、まあ、あなたがしてくれなくてもとか、 そういうのは読んでたんですけど、不倫とかね、はい、やっぱそういうのがありますか？